ここは柳川、あーっと草津チャンスになる。さあどうだ、中に送って太田、同点ゴール、太田が決めた。追いつかれてしまいました。ここでね、少しプレーとしてはね、当てて出そうとしたんでしょうけどもね、出しきれませんでしたよね。また太田がいいところに飛び込んで